あの詰まってるやつ口口呼吸どうも野です今回は僕が学生時代の時のあだ名の話をしたいなと思うんですけども皆さん中学校の時とかってあだ名を付け合ってあだ名で呼んだりとかってしてたと思うんですけど僕の学校なんかあだ名のセンスがすごく高い高いというか残酷というかストレートというかそういうあだ名を付けることがすごく多かったんですね で、例えば、顔が、うんあんまり表現が見つからないんですけど、あれな人のことを、残愛って呼んだりとか、すごく顎だけが成長期早めに生きちゃった子とかは、裏眼筋って呼ばれてたり、まあ、あとは、サリンとか、ジメとか、 まあ、とにかく、とにかく学園生活の中で人権を奪われるようなあだ名をつけられている人が多かったんですけど、その中で一番可哀想だったのが、男の子で坊主だったんですけど、油眼鏡はぐき手すぎくんっていう子がいて、その子は坊主で小太りだったんですけども、顔の特徴が強すぎるがゆえにそういうふうに呼ばれてました。ちなみに僕は、ノグソって呼ばれてました。